どうもサーフゲームの鬼黒メガネでございます。今日はですね、雑談動画を上げさせていただきたいと思います。本日の雑談動画のテーマはですね、遊漁券でございます。遊漁券、なかなかこの常磐エリアでのこのヒラメマゴチの釣果があんまりこう芳しくないんじゃないかなと自分の中では、釣ってる人もいるかもしれませんけどね、私の手応えの中ではあんまり釣れてないなということで、ちょっと他の魚も釣っとこうかなということで、ブラックバスの動画そういや上げてないなっていうことで、ちょっといろいろ調べようかなと。その川で、わざわざねブラックバス釣るのに、じゃあ霞ヶ浦まで行くのかっていうと、そうじゃなくて、釣れるじゃないですか、そこら辺の川でも行くとこ行けや。でそれをやるにあたってですね、やっぱり YouTube に動画を上げてるものですから、やっぱりこのうるさい人がいるじゃないですか、あだこうだうるさい人がいろいろいるんで、ちゃんとそこはルールにのっとってやろうということで、遊漁券が必要なのかなっていうところでいろいろ調べました。まず遊漁券とは何ぞやというとですね、普段我々は海で魚釣りするじゃないですか。その時、海はみんなのものですからね、別に許可とか、その漁師さんがやるようなね、そういう道具を使ってやるのは認められてないんですけど、普通に魚釣りする分には何もね、特に何か許可が必要とかそういうわけではないんですけれども、これ川はですね、漁業権というのが設定されていましてですね、でその川がありますよね、川、いろんな川、皆さんの最寄りの川、これが、漁業組合が管理している川と漁業組合が管理してない川とこうあるんですけれども、漁業組合が管理している川では、基本的には魚釣りをするときにですね、お金が発生するわけです、ね、でこれはその川によってまたこの値段設定が違うんですけれども、漁業権、大きく分けて3種類の漁業権があります。これ茨城県に限った話です。よその地域の漁業権、遊漁権については各自でお調べください。まず茨城県のこの川の遊漁権、川で魚釣りするために必要な、パスポートみたいなもんですよね。まず、アユ、ヤマメ、イワナ、この3種類、アユ、ヤマメ、イワナの遊漁券というのがまずあります。それから、サクラマス、これ1種類です。サクラマスの遊漁券があります。で、あと、雑魚券っていうのがあります。雑魚っていうのは何かっていうと、アユ、ヤマメ、イワナ、サクラマス、それ以外で、漁業権が設定されている魚を指します。それが雑魚券と言います。でこれがまたなんかちょっとややこしくてですね、私も詳しくはよく分かんないんですけれども、その本流主流みたいなのがあるわけですよ。本流主流みたいなこう川があって、その川ってこう枝分かれするじゃないですか。でそのなんか本流とその支流に対して遊漁権が必要なんですよ。例えば茨城県内で言うと、大きな川っていうと、例えば、大北川、茨城県の上の方ですね、こう北茨城とかそこら辺流れてる大北川は大北川で
アユヤマメイワナの遊漁権があるわけですよ。で、茨城県でじゃあ一番下の方で言うと利根川、利根川は利根川でアユヤマメイワナの遊漁権ってのがあるわけです。遊漁権確かね、大北川が8000円だったような気がするな。利根川は6000円だった気がするな。ちょっと値段はちょっとそこら辺は各自で調べていただきたいんですけれども、これその川ごとにパスポートを買わなきゃいけないんですよ。ご存知でしたか皆さん。ひょっとしたらあんまり知らずにこうやってね、川で魚釣りされてる方いらっしゃるかもしれませんけれども、これ川ごとにその年間パスポートみたいなのが実は必要なわけですよ。それはアユヤマメイワナグループ、それからサクラマス、ね、単独の、あとはでこれ、まあ、雑魚に関してはこれ茨城県統一です。雑魚に関しては茨城県の雑魚圏っていうのがあって、これ雑魚券、これが年間4000円なんですよね。年間4000円で雑魚券を買うと、茨城県全部の川、大きな川、小さい川全部含めて魚釣りができるよっていう。アユ、ヤマメ、イワナ、それから多分サクラマスかな。このやつ、この2種。この2種はそれぞれの、本流の川を管轄する漁業組合に対してお金を支払わなければいけないっていう、まあ、そういう仕組みのものがあるんですよ。でですよ、とある川でブラックバス釣りをしようかなと思いまして、このブラックバスを河川で釣ることに対してですね、これは遊漁権は必要なのかというところを確認したんですね。結論から言います。これは茨城県内の話です。茨城県内の河川でブラックバスを釣ることに対して遊漁権は必要ありません。まず先に答えを言っておきます。これはですね、茨城県庁の、農林水産部漁政課に私は確認を取りました。茨城県庁の農林水産部漁政課、ここに私は確認を取りました。ブラックバス、まあ、ブルーギルもそうですよね。ブラックバスに対して漁業権は設定されていないので、ブラックバスを釣ることに対して遊漁権は買う必要はございません。という、まずこれ正解ね。まず正解を言います。この話をもとに今から言う私の話を聞いてください。とある河川を管轄する漁業組合にお電話をしました。その川でブラックバスを釣りたいんですけれども、遊漁権は必要なんですかね。これ正解を聞く前ですよ。この茨城県庁に答えを聞く前に、まず漁業組合に私電話で問い合わせしたんですけど、その時に出た回答が、ブラックバスを釣るにしても遊漁権、茨城県のこの場合は茨城県の雑魚券ですよね、雑魚券を買ってくださいっていう話でした。ブラックバスって漁業権設定されてるんですかって聞いたんですけども、いや漁業権は設定されていない、ただあなたがブラックバスを釣るつもりで釣りをしても他の魚がかかるでしょって言われたんですね。まあ、鯉とかね、濁い、うぐい、いろいろいますよね。まあ、汽水域だったらハゼとかもいるでしょうね。そういう、他の魚がかかる可能性があるから、そういうと、そうだったら、
雑用券必要ですよ、だから雑用券買ってくださいって某漁業組合の担当者の方に言われました。これ聞いてどう思います？これ聞いて皆さんどう思います？ああ確かに、あ、まあブラックバスをするために、まあそれがルアーなのか、それともなんかミミズつけてね餌釣りなのかにしろですよ、まあ他の魚かかることあるだろうな、まあそれはごもっともだろうなって思われる方もいらっしゃるのかもしれない。ただこれ先ほども言いましたけれども、正解はですよ、茨城県庁農林水産部漁政課の回答は、雑魚券買う必要はないということです。ブラックバスに、あれが漁業権が設定されてないから。で、まあ、とりあえず一旦そこで電話を切ったんですけれども、電話を切った後でやっぱ私がおやおやと思ったのは、その私が、まあ、そのルアーにしろ餌釣りにしろブラックバスを狙ってるつもりで、コイ、ニゴイ、ハゼ、ウナギとかね、そういう雑魚に含まれるものを釣っちゃったらどうするんだっていうね、釣っちゃったらどうすんの、その時やっぱ漁業権、雑魚券必要ですよっていうあちらの発言に対してですね、おやおやと思ったのは、じゃあそれひょっとしたらサクラマス釣れるかもしんないじゃん、すれがかりでルアーにしろ餌釣りにしろサクラマスがかかる可能性もあるよね、アユ、ヤマメ、イワナかかる可能性あるよね、すれでとなればですよ、そこでそのやっぱ鋭い針を投げて、でそれで そこに引っかかる可能性があるんであれば、じゃあこれあの遊漁券3つに分かれてますよ、アユ、ヤマメ、イワナのグループ、この3種の雑魚券、それからサクラマスの雑魚券、それと雑魚の遊漁券、じゃあこれ3つ分ける意味なくないって思ったんですよ。そうでしょ、釣れる可能性があるんだったら券を買ってくださいって言うんだからね。自分はブラック、まあ、じゃあ例えば雑魚に当てはまるんだったら、じゃあ鯉にしましょうか。私は鯉釣りに来ました、鯉を釣るために来ました、でもひょっとしたらすれがかりでサクラマスがかかるかもしれません、アユ、ヤマメ、イワナが引っかかるかもしれません、引っかかる可能性があるんだったら買ってくださいって言うんだったら、じゃあこれ3つ全部買わなきゃいけないよね、アユ、ヤマメ、イワナの遊漁券、サクラマスの遊漁券、雑魚の遊漁券、これ見つかなきゃいけないよねっていう話になりませんか。そうですよね、担当者の方、某漁業組合の担当者の方、そうですよね、釣れる可能性があるんだったら買ってくださいって言うんだったら、引っ掛ける可能性があるんだから、じゃあ全部買えっていうことになりますよね。これはおかしいですよね。でこれその話を聞いてもう一回ですね電話したんですよ、茨城県庁の農林水産部漁政課に、あのどこどこの漁業組合にこういう回答をされたんですけどどうなんですかねって、オタクと言ってること違うよね、漁政課は買わなくていいって言うんだけども漁業組合はいや買ってくださいって言うんだけど、これはどっちが正しいんだって言ったら、いや買わなくてはいいんだと、ただやっぱりその漁業組合は それでこう収益を得ているから、あくまでも買ってくださいっていうお願いをしてるんだっていうらしいんですよ。法的根拠は一切ないです、法的根拠は一切ない、河川でブラックバスを釣るのに雑魚券を買わなければいけないという法的根拠は一切ございません、あくまでもお願いです。でも
私が電話した際のその漁業組合の担当者の方の言い方はお願いというものではなかった。あくまでもそれが必要なんだと、雑漁権が必要なんだみたいな言い方をされてました。まあ そのやり取りの音声をね、でそのアップロードするっていうのは私はしませんけれども、ちょっと対応がひどいんじゃないかなということで今回一本動画撮らせていただきました。やっぱりこうなんていうかな、本当にその河川の漁業組合ってちゃんと活動してんのかね。ねえ、なんか稚魚をいくら放流しましたみたいなさ、そういうのホームページでやったりするけど、そんなの誰か監視してんのかい、本当に市民が言ってるだけなんじゃないのかいっていう、ちょっと私はちょっと疑いの目、あんまりこう河川の漁業組合ってなんかね疑わしいような気がして私はならないんだけど、まあそういうことです、そういうこと。私が今回この動画で言いたいのは、河川でブラックバス、まあ、外来魚ですよね、ブラックバスとかブルーギルとかそういうの釣るのに関しては、茨城県が出してる雑漁権、これは必要としてないよっていうことです。はい、なんかそういう釣り人をはめるみたいな、なんかそういうなんかヤクザと一緒だよね、なんか俺なんか思った、ヤクザと一緒じゃねえのか、なんかもうおしぼり、うちからおしぼり取れよみたいな、なんかそんな感じに私は聞こえた。もうちょっとなんかさ、清廉潔白な感じでやりましょうよ、漁業組合さん、ね、俺はどんどん発信していくぞ、そういうクソみたいな情報を俺はどんどん発信していくからな、ふざけるなと。以上、黒メガネでした。バイバイ。